カイルオブ・ロハルシュ線とは、スコットランド・ハイランド地方のディングール駅から、カイルオブ・ロハルシュ駅を結ぶ、鉄道路線である。ディングール発着の列車はなく、全列車ファー、ノース線を経由しインバネス発着で運転される。またカイルオブ・ロハルシュ発の1日1本のみ、インバネスからさらに先アバディーン・インバネス線の、エルギン駅まで直通する。定期列車は、各駅停車のみの運行で、 速達列車の設定はない。列車本数は極めて少なく、平日、土曜日は1日4往復、日曜日は1日に往復である。また、当期の日曜日は1日1往復に減便される。全列車が、リングールカイルオブロハルシュ間の当時運転であり、区間列車は存在しない。特に利用客の少ない一部の駅は、リクエストストップとなる。これらの駅で下車する場合は、 あらかじめ車掌にその旨を知らせておかなければならない。158系機動車が使用され、2両、または4両編成で運行している。ファーストスカートレイルタイムテーブルズコネクションズ。ありがとうございます。